天文学会は天文学研究を支援するために1820年に設立された学術団体である。ロンドン天文学会として設立され、1831年にイギリス王ウィリアム4世からの直挙を受けて、現在の名称となった。当初は男性のみ入会が許されていたが、1915年の直挙により女性の入会も認められるようになった。 王立天文学会は、サイエンスカウンシルの一員であるとともに、イギリス天文学会を代表する組織として、国際天文学連合に加盟しており、天文学、太陽系科学、地球物理学と周辺の科学分野の研究の進行を行っている。王立天文学会は、学術雑誌及び定期観光ものも発行している。3000人以上が会員となっており、その3分の1が、 イギリス国外に居住している。さらに、天文学や地球科学に興味があり、学会の運営を支援する一般会員は、王立天文学会のフレンドと呼ばれる。ロンドン、ピカデリーのバーリントンハウスにある。王立天文学会の主な活動の一つは、佐読付きの学術雑誌を刊行することである。王立天文学会は、天文学の分野では、なす。 地球科学の分野ではドイツ地球科学会と共同でゲオジを刊行している。王立天文学会から刊行されている学術雑誌は以下の通りである。略称はアメリカ航空宇宙局のアズデータベースに準拠している。18歳以上で学会が受け入れられるものであれば、誰でも王立天文学会の会員になることができる。職業としての天文学者が 数多く誕生する以前に設立されたという経緯から正式な入会資格は存在しない。しかし現在では会員の75%程度が職業天文学者あるいは地球物理学者である。王立天文学会はイギリス国内で天文学者と地球物理学者が集う学術団体として機能しており、会員は学会を通して EN、サイエンスカウンシルの EN、 チャータードサイエンティストに応募できる。会員数は2003年に初めて3000人を超えた。2009年、プロの研究者ではない、あるいは特定領域の専門家でないが、天文学や地球物理学に関心のある人向けに新しい制度が設置された。そのような人は、王立天文学会のフレンドとなり、一般向け講演会やイベントに主催者側として、 参加することができる。王立天文学会は、天文学や地球物理学に関する議論を行うための会合を開催しており、9月から6月までの毎月第2金曜日にロンドンで開かれる。その様子は雑誌ザ・アブザーバトリに掲載される。王立天文学会は、プロの天文学者向けの総会を毎年春に開催しており、 不定期な研究会もイギリス各地で開催している。王立天文学会は多くの大学や研究機関よりも豊富な天文学と地球物理学の書籍を所蔵している。その図書館は天文学と地球物理学に関する300の定期観光物と一般書から研究会収録に至るまでの1万冊以上の書籍を収蔵している。天文学に関する機関書に関しては イギリス国内では、エディンバラの王立天文台に次ぐ、蔵書量である。王立天文学会図書館は、学会員だけでなく天文学者、地球物理学者、歴史学者にとっても重要な資源である。王立天文学会は、生徒、教師を含む一般大衆向けに天文学の成果の普及を行っている。また、イギリス国内で行われる様々な試験、例えば EN、 GCSC などにおいて諮問も行っている。王立天文学会は関連する様々な学術団体と協力関係にある。王立天文学会の初代会長はウィリアム・ハーシェルである。しかし彼は一度も会合の議長となったことはなかった。その後、多くの著名な天文学者がその職を務めた。任期は2年である。最近の会長、過去の著名な会長、 ゴールドメダル王立天文学会で最高位の賞はゴールドメダルである。最も有名な受賞者は1926年に受賞したアルベルト・アインシュタインと1985年に受賞したスティーブン・ホーキングであろう。ゴールドメダルのほかエディントンメダル、ハーシェルメダル、ジャップマンメダル、プライスメダル、ジャクソン・グイルとメダルがある。また、教授職としては、 地球物理学のハロルド・ジェフリーズ・レキチャーシップ、天文学のジョージ・ダーウィン・レキチャーシップ、宇宙論のジェラルド・ウィトロ・レキチャーシップがある。王立天文学会の所在地はロンドンのバーリントン・ハウスである。ここには会員とその他関連団体向けの図書館と会議室がある。学会はイギリス内あるいはヨーロッパにおける天文学と地球物理学の振興のため、 関連科学分野の進展をメディアや一般市民に向けて発信する役割も負っている。また天文学と地球物理学のための研究資金の提供も行っている。ありがとうございます。